亮田中。はい、こんにちは。アーカンソーでドラムやってます、田中亮です。というわけでですね、本日はですね、アーカンソー州のホットスプリングスという町にやってます。ホットスプリングスってね、スプリングってこれ春じゃなくて湧き水って意味なんですよ。ホットスプリング、熱い湧き水ということで、これ温泉っていう意味なんですよ。で、実際にこれ温泉が湧いている町ですね。なんか山あいの町なんで、神奈川県出身の僕としては箱根に来たみたいな感じで、こう見た感じもね、こう山あいでこうホテルロッジみたいなのがあってね、結構まあこう清浄機がありますけど、これを除くとね、ほんと箱根っぽい感じなんですよ。で、なんか昨日のリトルロックっていうところからもう1時間ぐらいでパッと来れるところで、昼の間にもう着いてしまったので、ちょっと街を見てみようかなと思います。はい、街の外観こんな感じですね。ビジネスディストリクトとか書いてあって、これ面白いよね。これね、信号じゃないんですよ。このボタンを押すとですね、黄色い明かりが、これですね、この明かりがついて横断しますよっていうのを車に知らせるという、信号じゃないパターンっていうの面白いです。ホットスプリングスって書いてありますね。で、こう湧き水が出たりするんでね、ここに温泉バレーっていうスプリングウォーター、この湧き水を瓶に詰めて売ってたり、また場所によってはですね、その水自体が湧いてるところがあるんで、水筒を持ってってそこに自分で汲んだりすることもできる感じなんですね。で、ここら辺のなんかアーリントンホテルとか、これ歴史があるホテルらしいです。これですね、この辺にこんな感じの旅館ですね。まあ松屋とかそういう感じのやつですかね。松屋じゃない、藤屋か藤屋ホテルみたいな感じなんでしょうかね。そういう感じのエリアです。というわけですね、夜になりまして、ライブハウスのところにやってきました。ライブハウスというか、まあベニュー、ライブレストランですね、バーレストランみたいな感じで、やる場所はこの後ろに見えるここですね。この名前がですね、見えるかな、マキシンズっていう、なんかマキシンジみたいな名前のところなんですけど、ここで今夜はやる予定です。それでは早速ね、中の方を見ていきましょう。今お客さんが一人入ってきましたね。見てみましょう。はい、こちらが外の外観ですね。ここに書いてあります、ピーランダージーベナドリル、ベナディッドリル5ドル、安いですね。ここが入り口のドアですね。700番、入ってみましょう。さあ入るといい感じのこのね、しなびた感じのバーがあって、えいいえい、でここ物販席があって、このですね、ゲートをくぐって、こうなんか人ん家の居間みたいな感じですね。この反対側にここにステージがございます。で、この周りがですね、テーブル席がこうジャーッとあって、奥にビリヤード台があって、その奥に棚とかあって、ほんとなんかこじゃれたカフェ的な雰囲気になってますね。壁にギターがかかったりなんかして、ステージ的にもね、なんかいい感じの雰囲気というか大きさというか感じで、で、この階段を暗くて見えないかな、上がると奥が楽屋になってる感じですね。ローカルバンドが居座ってる感じで、この奥トイレとかキッチンとかあって、こちらのゲートをくぐるとバーの裏側、本当は従業員しか入れない場所ですね、になっているという、こんな感じの場所で今日はライブです。ホットスプリングス。お、店内の一部なんですけどね、壁一面にこれ本なんですよね。全部なんだろう、これ全部本を画鋲で無理やり刺して、画鋲じゃねえな、釘だな、厚さがあるから。結構厚さありますもんね、こんぐらい厚さあるんで、なんか自分で落書きして壁一面に刺してる。お客さんがやったのか、最初から店のデザインとしてやってるのかはよく分かんないですけど、なんか狂気じみた感じがいい感じですね、これこういうの嫌いじゃない。はい、このビリヤード台のね、横に置いてあるのはこれ、完全にこれ散髪屋さんの椅子ですね暗くてちょっと見えづらいけど、足乗せる場所があって、で、この奥がどうやらトイレっぽいんですけどね、このトイレ入ったらいきなりここになぜかピアノがあるっていう、どういうこと。なんか譜面も置いてある、これ何の楽譜だ、ちょっと題名が分かんないですね。アベマリアでしたアベマリアが置いてある。こちらメヌエット、誰のメヌエットだ、ジョン・ヘンリー・ラビナ、分かんないです。で、奥にこうトイレがあって、ここ洗面台、お、sorry Thank you トイレに入る人を塞がしてしまった、塞いでしまったという感じの場所です。
元気です。田中君は元気。ヒーランド。元気です。ヒーランドグリーン田中。両田中。